疲れ様です。金曜日の日記です。金曜日は、13日の金曜日はですね、夜に、マッチの主催の大会を行いました。金曜日の夜だからね、ちょっと延長営業で夜遅くまでやろうかなと思って、通常夜7時にはお店閉めちゃうんですけど、この日は、7時から大会を行いました。この大会ね、普通のデュエルマスターズの大会とは違って、なんていうの？優勝してもそんな意味がない。うん。面白いデッキをみんな持ってこいよみたいな感じでやる大会だったんですけども、まあ中にはちょっと勘違いして普通のデッキ持ってきた人もたくさんいるんですけどね。まあまあでもそれはそれでいいよ。そういうデッキとその面白デッキが戦ってどうなるかみたいなのもあったみたいで、でなんでそんな大会やるかっていうと、マッチーのチャンネルの方でやっぱりそういう動画撮りたいわけじゃん、面白いデッキの。だからそういう、素材を集めるっていう目的もあるんでね、これからまた定期的にやると思うんで、ぜひそれまた告知するんでよろしくお願いします。はい。あともう一つ、僕とマッチーの対戦動画を、ブックアイランド狭山大店の方のチャンネルで上げました。いつも僕はほら、天井千人切りとかいう企画をずっとやってるじゃない。でそのシリーズとマッチーがブックアイランド陣営るまでのチャンネルで町田無双ってやってるじゃない、ずっと。でその2つが戦うぜみたいな感じにして、じゃどっちで載せるって思ったんだけど、まあ、せっかくだから狭山台の方に宣伝がてらそっちに載せようかなと思って、それを定期的にまたその僕とマッチーが新しいデッキできるたびに戦うみたいな感じで、そっちも定期的に今後続けていきたいと思うので、ぜひね概要欄にブックアイランド狭山台店のチャンネル載せとくんで、そちらも見せてみてください。はい。基本的には一つの新しいデッキ、例えば今回最初墓地ソースだったんだけど、マッチが無双で使ってる墓地ソースを使って僕と対戦する。で1戦終わった後にデッキを交換して同じように戦う、それで2戦目。だから毎回2セットなんだよ。1回そのデッキを使ってもらって教わって、僕がそれを使えるかどうかみたいな感じになるんですけど、ちょっと勉強したいなと思って DM を、いつも同じデッキしか使ってないからさ。でいわゆるマッチが無双で使ってるような強いデッキを僕が勉強できるかどうかという感じになるので、ぜひ見てコメントとかくれたらな。次は何のデッキをやってみろとか言われてもいいと思うんで、はい、っていう感じです。で金曜日はそれぐらいかな。はい。で明日、土曜日は、遊戯王の発売、 DM の新しいデッキの発売があるんでね、はい、頑張りたいと思います。じゃあお疲れ様です。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。